どうも皆さんこんばんは。こんばんは。 DTP に関する情報番組 DTP クエスト、今回はエクストリームイラストレーター with キーボードマエストロでお届けいたします。はい、今回もね、はい、やってきましたこの番組ですが、はい、まず最初にちょっと簡単にね自己紹介させてください。はい、はい、いつものように私ユージとアシスタントの秋月です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組はですね Facebook の、インデザインの勉強部屋のページからね配信をさせていただいております。そしていつものように、会場が名古屋市は金山にありますコナセルさんの方からね、今回も配信の方させていただきたいと思います。はい、じゃあいつものようにねちょっと最近のニュースの部分から少しねお話を進めていきたいと思います。はい、まず最初はですね、まあ、いろんなアプリのアップデータが来たよという、このまあ1週間とかね、それぐらいの間にいくつかの、今これね、私の、CC デスクトップアプリですけれども、まあ、Photoshop のアップデータが来たよとかですね、はい、うん、XD とか、うん、ね、まあ、Lash とか、Dimension とか、かなりいろんなもののアップデータがね、来ておりますので、まあ、多くはね、ドットリリースということで、はい、まあ、バグとか、バグフィックス的な意味合いのものが多いと思いますので、ぜひね、このタイミングでアップデートされておくといいんではないかなと思います。でね、まあ、僕も今イラストレーター実は 24.0.3 なんですけど、はい、ね、そろそろ 24.1 が来るんじゃないかなということで、まあ、ご覧になったこといるかもしれませんけどね、今日の後ほど紹介するゲストの高野さんのページにも、はい、うん、まあ、ちょっとね一時期載った情報があったりするのでね、まあ、その辺の話はまた置いておきまして、ね、ぜひ、ね、ちょっとその辺の、まあ、アップデートをね、はい、上げていただけたらと思います。うん、楽しみですね。はい、そして、これもね話題になってました。うんうん、フォトショップね、わかりますか、これハッピーバースデーフォトショップ、はい、30周年、そう30周年なんですね。2月の19日かな、はい、がちょうどフォトショップの誕生日ということで、うん、今年の2月19日でちょうどね30周年ということですね。うん、でこのハッシュタグ PSILOVEYOU30 っていうわかりやすい、まあ、これでフォトショップ関連のね、うん、30周年のいろんな、ツイートがなされているはずですのでね、はい、ぜひちょっとご覧になっていただきたいのと、ですね、そう、ちょっと待ってくださいね、これですね、これが、まあ、US の方のフォトショップのハッピーバースデーの、うん、ページになっているんですけれども、はい、こんな感じでね、30年経ちましたよという記事とともに、日本語の方もね、うん、ハッピーバースデーのこちら、Adobe ブログ内に Photoshop の30周年の記事がね、はい、アップされています。でこれちょっと見ていきたいんですが、これ応募方法詳細ってありますよね。うん、実はですね、日本時間の2月29日いわゆる今月いっぱい、はい、に、まあ、ツイッターのアカウントからですね、フォトショップを使った作品を投稿する、うん、その時にこの PSILOVEYOU30 というハッシュタグをつけて投稿するとですね、もしかしたらなんかいいものが当たるかもしれないね。フォトショップの、あの30周年記念のグッズをですね30名の方に差し上げるというのを、まあ、アドビの方がやっていますので、興味のある方はぜひね、ちょっとこのハッシュタグをつけて自分のフォトショップで作った作品を、ね、うん、アップしていただくといいんじゃないかなというふうに、うん、すごく気になりますね。ぜひよかったらやってみたら、ね、フォトショップでさえ作ってれば別に写真だろうが、そうですね、はい、イラストだろうがいいわけですもんね。そう、これ見るとフォトショップを使った作品、新旧問わず、ね、まあ、古いバージョンものも何でもいいと思うんですけど、過去に作った作品でもまあいいはずですよね。うん、あ、そうか、まあ、っていうか分かんないもんね、いちレイヤー付きのねこの重いファイルをアップするわけではないので、うん、フォトショップで作った作品を、ね、うん、アップすればいいと、うん、ただし自分で作ったものとね、うん、そうですね、はい、パクったものはダメですということでね、うん、興味ある方は、ぜひ投稿応募してみていただくといいんじゃないかな。ユージさんしてないんです？してないです、はい、あれ多分ね、してももらえない気がするんで僕と、はい、いうことですね。はい、ということで早速ね、じゃあ本題の方に入っていきたいんですが、まあ、なんと今日は、うん、この、番組始まって3人目のゲストの方を、ね、お迎えしたいと思いますが、よろしいでしょうか、ね、こちらですね、高野正弘さんです。来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。いらっしゃい。もう本当今日昼間ね、名古屋の方でセミナーのお仕事されていて、はい、もうその関係もぜひ出てくださいって言ってお願いをして、ちょっと今日来ていただいたという、東京からね、コロナウイルスを、はい、そうそう、ね、麻痺に来たっていうね、うん、はい、
で今日のお題がこちらですよね、はい、エクストリームイラストレーターということで、これマシンをもう切り替えちゃってよろしい、はい、切り替えちゃいますか、ちょっとああそうですね、はい、これでまあ今日はですね、世界一早いイラストレーター、そのカスタマイズ方法ということで、はいはい、これね実はですねオンリーオンマックOS書いてあるのがちょっとあこれですね、はい、書いてあるんです、まあ、いわゆるマックOSオンリーのこの、うんうんまあ、ソフトウェアであるキーボードマエストロというのを使うことで、うんものすごくこのイラストレーターの作業をカスタマイズ早く使おうという、うん、多分ねあの見たらびっくりすると思います、うん、すごく楽しみです、はい、まあ僕はなんかがねあの高野さんこのエクストリームイラストレーターの、うん、あのセミナーって聞いたことがありますので、はい、あのはい、僕すげえなってちょっと少しずつ真似をしてるんですけど、まだまだもう全然追いついてない状態なんですが、うん、ぜひねちょっとこちらお話しいただこうと思います。じゃあちょっとねマシン切り替えていただいていいですかね、はい、はい、じゃあこの、タイトルでちょっと今日高野さんの方にお話をしていただこうと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、結構です、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、キーボードマエストロの方はあまり使わずに、はいはい、キーボードマエストロ以外をメインで、はい、最後キーボードマエストロちょっとなるほど、いきたいと思います、はい、っていうのはですね、キーボードマエストロはむちゃくちゃ良くて、まあ、今年のキーボードマエストロをあの布教する年ということで決めてましたね去年からね、あのやってるんですが、まあ、やっぱりなかなかほらユージさんでさえそんなに踏み込めないということで、まあ、そうそうキーボードマエストロ前にやることいっぱいあるんですよ、はい、ということでいきたいんですけど、まあ、とりあえずなんですが、キーボードマエストロの前ということで、ちょっとですね、これじゃなくて、はい、今僕じゃないですよね、ここからですね、あれ今何が映ってる、今シャワさんの顔が映ってますけど、ね、画面今、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、わかった、はい、OK です、はいうん、はい、でそもそもがですね、これ何かというと、はい、Adobe Max Japan 2019、うん、去年の12月の時に、こちら私はですねこのエクストリームイラストレーターというセッションをやりたいということで、はい、30名のですね、小さいワークショップということでハンズオンのセミナーをやったんですけども、うんこれが1日目10時から始まってもうね 2,3 時間くらいでもう埋まってしまったので、一瞬で、はい前日と翌日と横浜でセミナーを企画しまして、はい、やりつつこちらの内容、秋田とで来週沖縄、あ沖縄ね、あ今週沖縄とかねってことやりますよ、ね、でちなみになんですけど、ユージさんもご存知だと思いますが、こちらに書いてあるマーク、コミュニティエヴァンジェリストという、ね、ものがありますということで、まあ、知ってる方多いと思うんですけど、はい、こちらはですね、日本で9名だけ認定されていまして、コミュニティを盛り上げててほしいと、うん、はい、なのでよく僕も多分ユージさんも言われると思うんですけど、はい、アドビの社員ですか、僕言われたことないですね、はい、僕結構夢中言われるんですけど、違いますよ何のさ、はい、違いますよってことで、まあ、一般ユーザーとアドビ社員がねあったとしましたら、まあ、だいたいこの辺にいると、はい、いうことで、じゃあ何がメリットがあるのか、どんなメリットがあると思いますか、うん、まあ、僕はね、あれなんで、いろんな情報を、うん、あの普通の人たちよりかは早めにたくさん仕入れれる、ちょっとあるよね、うん、まあ、それは多少ね、はい、し、あの、まあ、実際にいろいろ触ってみたりだとか、でもそれはベータテストやからね、うん、あいいからね、まあ、僕らじゃなくても別にあの、うん、たくさんの人がやってますし、希望すれば今、うん、できたりするので、うん、やればいいのに、ベータテスト、うん、確かにそう、うん、そうですね、1円ももらえないけどいや、すごく自慢にはなりそう。あ、てかね、それはですね、まあ、僕たちもやってるって言っちゃいけないんだよね、きっとね。いや、やってることは言ってんのか。あ、どっち、まあ、本当はね、その中でのコミュニティのことを喋っちゃいけないんですよ、はい、だ内容を喋れないんですけれども、うん、まあ、基本的に誰でもね、応募すればできるんですね、うん、ベータテスター、はい、で、例えば、これが治ったら、もうむっちゃ毎日のね仕事が楽になるみたいなことが1個でも治ればもうめっけもんっていうか、そういうのをもうね5年10年越しでこんな問題かなって、これこうなってほしいんですけどみたいなねことを、まあ、まあでもいいんじゃないの、18年越しで治ったね固まるとかねありますよね、
もう子育てみたいなんですよね。そこまで行くと、はい、まあそんな感じで、ね、コミュニティエヴァンジェリストですね、まあ、僕たちもアドビ税払ってる、うん、アドビ税払ってます、うん、ということですね。はい、ということで、で今日の、ね、テーマは速さということなんですけれども、はい、うん、まあ、やっぱりね、今早く納品してほしいっていうね、うん、ニーズが非常に高まってますし、まあ、やっぱり早く仕事がね終わった方がいいんじゃないかなと、うん、でそれは急いで乱暴にやるっていうことではなくて、手数を少なくすることでミスを減らしていこうと、うん、でもちろんその浮いた時間でもっと、ね、ブラッシュアップしていこうとか、うん、まあ、やっぱり紙でもウェブでもよりお客様のビジネスをこうね、こう倍増させていくようなことをもっともっと考えていかなきゃいけない、なので手作業を減らしていきましょうということですよね、うん、こちらですね、仙台在住の方がですね書いてる 0.5 秒積み上げろっていうね、これ非常にいいブログなんですけど、もうまさにこのワードですよね、うん、ほんの 0. 数秒でも1日1週間、うん、1ヶ月と1案件と考えていくと結構な差が出てくると、うん、でこれ小さいことの積み重ねですよねということですね、うん、塵も積もれば山となるということですね。じゃあ具体的に何をするのかと言いますと、まあ、やっぱりマウス操作やキーボード操作を少なくする、うんうん、アプリケーション間での操作感の統一化、これね、うん、統一がなかったりするんですよね。まだまだ僕はむっちゃ統一してるので全くストレスないんですけど、まあ例えばね、デフォルトではね、デフォルトでその価値がシチュエーション使ってるとなかなかね、はい、ですよね、そうなんですよ、うん、かといって変わったら変わったでストレスになる人が、ね、たくさんいますからね、うん、確かにすればね、はい、これをちょっとずつ変えていくことで、あ今イラストレーターだから、コマンドなんちゃらみたいなね、うん、この数秒のミスを数秒の間と、うん、あとそこのオペミスを減らしていくということですよね。それからですね、手続きのパッケージ化と書いてありますけど、あれをしてこれをしてこれをしてっていう一連の操作って結構多いと思うんですよね、うん、でこれを、まあ、イラストで例えばアクション、ね、うん、にしてワンストロークで実行していけば早くなりますよね、うん、ですよね。そして結構大事なんですけど、ホームポジションを崩さずに実行できることということで、うん、なるべくね、キーボードを動かさない、うん、意外と難しいんですよね、っていうか自分もホームポジションちゃんと守れてないなって、もう我流で打っちゃってるからそっからか、そっか、まあ、それ慣れちゃうともうね、もうそこがですね、慣れちゃうとね、変えるのはむっちゃ苦しい苦しいんだけど、やっていくとなんだとね、ですね、はい。でですね、イラストレーターの場合にやっぱりマウスを使うことが多いわけですから、うん、マウス使ってる場合にはキーボードを左、キーボードの上には左手があるわけですけど、うん、じゃあなるべく右側を使わずにキーボードは左側で収めていく、あー、そうするとね、この移動、うん、右手の移動が少なくなりますよね、うん、そのことも大事ですよね、うん、みたいな、いやそんなことみたいなことですよね、これって。でもこれが結構か、うん、ね、束になっていくと差が出てくるということなんですよ。で、全ての作業をですね、マウス操作とタイプ、キー入力、分解できます、ね、クリック、ドラッグ、トリプルクリック、ドラッグとかね、ちょっとありますけれども、トリプルクリックとかありますけど、とりあえずマウスとキーボードで何かする、うん、まあ、今後はね、音声入力でね、うん、あ、ちょっとね、XD 先週から音声で整列して、はい、前からあった人でも音声は音声の、で操作でき、あのね、音声は受け付けたんだけど、今週から操作できる、はいはいはい、整列みたいな、そこそこそれ見ました、 CC 登場でね、はい、すごいっていう時代になってくるかもしれないけど、うん、まあ、とりあえずな今のところね、うん、はい、こんな感じだよね。なのでじゃあマウスとキーボードどっちが速いか、うん、これやっぱね、キーボードが早いんですよね、うん、じゃないかなということですね、うん、でツール、メニュー、コマンド、アクションということで、イラストレーターの場合なんですけど、まずですね、じゃあ例えばイラストレーターの方にちょっと行きまして作業していきたいんですけども、まずね、イラストレーターで新しい紙を出します。まずここから行きたいんですが、例えばですね、このプロファイルで例えばプリントを選びますよということで、うん、OK をしましたとしますと、プリントが出ますよね、うん、
で次に閉じまして、また新しい紙を開くときって多分前のものを開くことが多いと思うんですよ、うん、ですよね。じゃこの場合にはいちいちこれを開きますと時間かかりますよね、うん、そこでこれやめまして、コマンドオプション N ってやるとピッと開きますね。こんな感じ。これ何かと言いますと、コマンドオプション N、 N は New ですよね、うん、コマンド N にオプションキーを足しますと直前のドキュメントプロファイルのままで新しく開く、そういうショートカットなんですね、うん、これどこにあるかと言いますと、キーボードショートカットのメニューコマンドの下の方にその他のなんちゃらっていうのがありまして、うん、ここはメニューコマンド、なんちゃらメニューのなんちゃらにないコマンドがね、あるんですけど、でこの中に、その他のその他、中行きますと、この中に新規ファイル、ダイアログなしっていうところがありますから、変えたい方はここでね、変えることもできます。はい、まずここからいいでしょうか。はい。はい。で、今ね、新しく出しましたけれども、例えばここに四角を書きました、四角を書きました、うん、でこちらをね、塗りまして、例えばね、色をね、塗りましたと。不透明度を落としたい。こんな時にどうするかというと、不透明度でこれね、こんな感じですよね。またはカーソルを置いて、ね、カーソルキー、矢印キー、うん、またはシフトキーを押しますと 10% ずつね、こうなっていくわけなんですけれども、フォトショップの場合は数字キーでできますよね。あ、はいはい、できるんですね、うん、数字キーで3とせば 30%、 35とします 35%、0とすと 100%、 00とすと 0% みたいな感じで変わるんですけども、イラストレーターはできないんですが、僕の場合はできる。え、高野さんのはできるとね。こんな感じね。なので例えばね、例えばじゃあどういうことが嬉しいかと言いますと、なんかここにね、書きましたと。でここに例えば、文字をね打ちまして、これがね白い文字ですよと、うん、でこれがちょっとね大きめにしましたということで、例えばここにちょっとちっちゃめの文字をね入れまして、このとこねちょっと薄めにしたいな、ちょっとね薄くするみたいなことをするときに、もうこれでね今ねキーしか押してないまずこの時点で早いですよね、はい、じゃあどうするのか、不透明度の話いきますと、環境設定のツールの中にいきますと、ツールの中ですね、なんちゃらツールってありますけれども、この下の方にですね、不透明度、ね、あるんですね、最初に入ってないんですよこれ。なので不透明度 10% は1、20% は2、ね、こんな感じにしていって 100% は0ですね。で 0% もほぼ使わないと思うんですけど、グループの抜きとか使うときには使うので、うんうんうん、こういったときにね、ちょっと違うショートカットを当てておいたりします。ではこれは、はい、不透明度のところに、まあ、カーソルある状態でこのキーを押すってことですよね。違います。違うんですか。これはどこにあっても押せばできます。あ、ただそうか、文字入力のモードになってたら当然だけど文字が入力されるけど、はい、そうじゃないときは不透明度。そうなんですよ。うん、これはもう設定するしかない、うん、てか最初から設定してこうよって感じですよね、うん、はい、じゃあ次いきます。次は、長方形を書くときに長方形ツールを選択するショートカットは何でしょうか。いかない、あまり分かんないですよね、はい、知らない、分かんないけど知らない、分かんないです、デフォルトではどうなってるかと言いますと、デフォルトでは長方形は、こちらですね、 M なんですね、はい、なんで M なんだろう。で M はさっきの考え方でいきますと、キーボード右側にありますよね、 M、うん、で L、 楕円形は L、はい、L はやっぱり右側にあるんですよ、うん、M と L で、今日の方針はマウスで右手はマウスと触ってるので左手でやりましょう、うん、ですから、じゃあこれ変えた方がいいよねということで、変える設定も変わってるんですが、私の場合にはどうしてるかと言いますと、長方形は R、レクタングルの R で、 E はエリプスの E、うん、でこれは左手の方でそのままホームポジションからすぐ押せますし、うん、ね、XE と同じ。ああ、そうなんですね、うん、あ、今はもう今後はね XD にねどんどん合わせていくっていうね、うん、っていうかまあ XE、 そういった意味でね結構理にかなったねショートカットを使ってるんですけれども、うん、まあ、なのでそうすると左手だけで使えるし、隣り合わせだし、ホームポジション崩さない、うん、
もういいですよね、もうこれしかないということで、そうすると、こちらね、これで書いて、これで書いてということがもうパッパッとできてしまう、はい、まあ、こんな感じでね、作業することができますようですね。続きまして、今度はですね、ワークスペース、はい、ワークスペースは何かというと、例えばここで、こういうパネルを出しますよとかね、こういうパネルを出しますよということで、最初はこの状態で出すときはここに出したいとかね、いうことで、パネルの位置がね、ありますよね、さあ、そこで問題です。今、イラストレーターパネルは何個あるでしょうか。ここだと上、あれ上、あれ上、自分で作ったやつか、なんとなんちゃらパネルとかっていうものすごくたくさんあるんだけれども、何個あるかという、はい、ああ、パネルか、はい、パネルのパネルウィンドウメニューのここからですね、勘で、勘でいいので、これ、まあ、答えられる人はそうそういないよ。30? もっとある。うん、適当ですけど結構いい線いってますね。あ、本当ですか。なんと43個ありますね多い、うん、でも実際使うパネルって少ないですよね、うん、で、パネルはですね、ぜひとも覚えておきたいのは、パネルは開けば開くの、開くほど重くなります、うん、特にリアルタイム描画する系ですね。例えば、うん、レイヤーパネルのサムネイルとか、あ、またね、このナビゲーターパネルとか、そういったようなものは重くなるんですよ。なので、なるべくパネルは閉じておいた方がいい、うん、なのでちょっと前イラストレーターですね、こちらちょっと変えますと、まあいいや、これね、こういうアイコンパネルっていうのをこう使ってましたよね。これアイコンパネルって言ってクリックすると出てくるよ。でもこれでクリックが増えちゃうので、あまりこうね、うん、人気がないし、そもそもこのアイコンってこう何っていうね、覚えなきゃいけないっていう問題があって全然使われてませんけど、これもやっぱりパネルを開いておくのをやめたいよねっていうことでこう作られたものなんですよね。で、話戻りまして、パネルは開けば開くほど重くなるので、開いておくパネルは最小限する必要があるんですよ、うん、でよくよく考えてみると、毎日使うパネルと、うん、常に使うパネルと、たまに使うパネルと、うん、全く使わないパネルがあります。ってことになってきますと、それをね、棚卸しをしまして、じゃあ自分はこの位置がいいなってことを決めまして、うん、でこれをですね、ワークスペースの新規ワークスペースっていうことで名前を付けますと、うん、例えばね、こちら今日は、DTP クエストとね、名前を付けましたと。で、付けまして保存しますと、例えばこういうふうにね、動かしましたよとしましても、こちらをリセットとすると、ピッと。さっきの状態でピッと見せるだけだということなので、このね、ワークスペースはいくつも作ることができますから、うん、例えば文字を編集するときのワークスペースとか、うん、ペンツールを書くときのワークスペースというように、こういった感じで分けてるとね、いいですよね。分かってるけど、僕は、うん、ユージさん少なかった。パネルはね、ツインモニターで片方にも全部出したい派なんで、実を言うと、まあ、特にインデザインなんですけど、うん、パネル全部、そうすると人からもらったデータを触るときに、調べるときに一回そこを選択すると、すべて何とかパネルから何とかパネルが全部の情報一瞬で判断できるので、僕分かっていても全部僕はね、右側のウィンドウに出しちゃいます、うん、インデザインはですね、そうなんですよ、はい、インデザイン重くなってもパネルいっぱい出して情報が一覧性で見えた方が嬉しいですよね、うん、そう、まあ、僕も結構開いてますね、うん、インデザインは、うん、でもう一つがですね、ツールですね、ツール、ツールパネル、これツールはですね、もう答えから言いますと今86個ありますむーちゃ多い。でこの中で、特にねこのツール、こちらですね、これをスイッチを押しちゃって、うん、あー出た、これどうやって消すんだっけってね、これ毎回ググってる方いらっしゃいますけど、そもそもね、使わないツール、いやこれ結構いいツールなんですよ実は、うん、いいツールなんだけど、でも基本的に使わないですよね、方が多いと思うんですが、あ、失礼、だったらこれね、押さないために出しておかなきゃいけないですよね、うん、確かに、はい、ということでどうするかと言いますと、ツールバーを新しいツールバーと、ね、しまして、全く空のツールバーを、ね、作って、でこの中にですね、こちらを、じゃ選択ツールと投げ縄ツールとみたいなことでこう登録していくと、でこう自分なりのツールバーを作っていくんですね、うん、
で、作りましたらばこれね1列がいい2列がいい決めまして、ね、場所を置いて、うん、で並べていくと。でこの時にですねこのところを見ると基本と詳細とありまして、うん、デフォルトは基本になってます。そうするとピットは少ないんですよね、うん、でそうすると基本だとこの中ないツールがありますから、うん、あれあのツール消えちゃったの、そう、ここに初心者の人あれないと、うん、ですよね。なのでこれちょっとね僕あの用語が悪いんですけどこの詳細っていうのは全部入り、うん、基本はアドビセレクションだと思います、うん、なのでおすすめはですね、うん、詳細と自分のマイツールバーを並べます、うん、で普段使いはマイツールバー、うん、でこのないものだけこの詳細からどこだっけと探すということで、うん、普段使いと、ね並べておくとっていうのは詳細も消してばいいじゃんと思いますけど消しときますと、あのツールどこだっけで一時開かなきゃいけない、うん、このね、はいはいはい、クリックしてマウス滑らせてまたクリックで結構時間かかるんですよね、うん、このね4秒くらいが僕的には長いと思うんですけど、まあ、なんで並べとけばいいじゃんっていうことですね、うん、ということでまずはねツールを、呼び出すものをね変えましょう、うん、不透明度をね設定しましょう。ツールパネルですね、またツールバーそれからパネルはワークスペースとして設定をしますということですね、うん、あとね細かい話ではですねこちらツールの中に来まして一番下のところにですね、描画モードがありますが次のモード前のモードという設定ができるんですね、うん、これフォトショップの方はねデフォルトでできるんですけどイラストレーターはデフォルトではね次と前は入ってないんですよ、はいはい、これ設定しておくと描画モードって結構ねあれどれだっけって探しながらやりますよね、はいはいはい、その時に次ってやっていけばあこれこれっていうことを見つけやすいので、こんなことをやってみると、うん、ということでもうここまででも結構差が出てくるんですよ、うん、ねえ、うん、確かに意外と結構ああそうだなと思うけどなかなか出てきてないっていう、うん、はい私ですよね。ここまででしょうか。はい、はいはい、そうしましたらはですね次なんですけどでですね、ツールはまあ置いといてでメニューコマンド、はい、メニューコマンドとは何かというとなんちゃらメニューのこれこれのこれこれですよというメニューコマンドですよね。なんちゃらメニューのこれ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 でこの時にこのところにショートカットがねある時にショートカットが表示されていまして、はい、でこちらも言うまでもなくキーボードショートカットのメニューコマンドの中で設定ができますよ、はい、ですよね。でそこのところでちょっとねいろいろこう問題がありましてまずですねこれそうですけどね、ショートカット一覧表これも作るどれだけ時間かけたんだろうかって思っちゃうんですよね、まあ、1時間くらいだと思ってますね、はい、でですねこれまとめるとこういうことなんですよ、うん、上としては同じものなんですけど、うん、まずですね右上デフォルトのキーボードショートカットっていうのがありますよね、うん、つまりメニューコマンドで使えるのはコマンドキーだけコマンドシフトだけ、はい、うん、ちょっとねちょっと待ってね、ちょっともう一回いきますね。ここでこうしますとこれねコマンドキーだけ、はい、コマンドシフト、うん、コマンドオプションコマンドオプションシフト、うん、でこれらが0から9と A から Z と F1 から F12 なんですよね。はい、分かりますね、うん、この組み合わせで、ここが、緑のところがメニューコマンド、うん、で一方さっきのツールはどうかというと0から9と A から Z だけでただ押しただけとシフトキーを押しただけだよっていうことですね、うん、はい、で一方アクションはどうなってるかというとアクションは F1 から F12 で何もない状態で F キーだけシフトキーと F キーだけ、はい、コマンドキーと F キーだけコマンドシフトと F キーだけって言ってるんですよ、うん、こんな感じね。じゃあこの辺空いてんじゃんってことなんですけどこの辺を実は記号のキーをね入れるときにオープンのフォントだよね、これがもう予約されてるので基本的にはあんまり使ってくれるなっていう感じなんですよね。でこれをですねこうまとめてきましてこの F1 から F12 のところをねこうしますとこんな感じになってましてそもそもですねパネルを開くっていうので大抵埋まってるんですよ。はいはいはい、うん、でかつグレーのところは MacOS が予約してます、はい、もちろんこれ変えることもできますが
ちょっとあの変えられないところもあったりします。ということで、じゃあこれを頑張って設定していこうかなと思うと、まずそもそも埋まってる、はいはい、じゃあどこかを開けてっていうことと、結構ねこれストレスですよね。そうですよね。はい、ここまでいいでしょうか、はい、ということで、そもそもねこれ全部埋まってますよね、うん、で今ここ空いてるジャンルのところも実は、ね、基本的には、はい、あのオーブンフォントのために予約されてると、うん、ということで絶望的なんですよそこ使えばいいんじゃんっていう、うん、まあ、ね、じゃあそこでなんですが、発想を変えましょうということで、うん、4つ目のキーがあります。4つ目、これはねコントロールキー。おー、はいはい、Mac のコマンドキーは Windows の、ね、コントロール、コントロールですね。でここにちょっと表がありますね、これね。で、オプションキーは Alt キー、はい、でシフトキーはシフトキーなんだけど、うん、Mac には4つのキー、4つ目のキーがあって、うん、コントロールキー。いや Windows にも Windows キーあるじゃん、うん、でも Windows キーは結構予約されてるので、うん、そういう使い方できなかったりするんですね、うん、はい、ということで、このねコントロールキーを使うといいよっていうことなんですけども、うん、でさっきのですねこちらのねこの F キーの、この F キー埋まってる問題が、ね、ありますよね、はい、でさらにいきますと、アクションは必ず F キーを使わなきゃいけない、はい、なんですがこれですよ今のところは F キーがない。一応ね表示はできます、できますけれども結構効かなかったりするんですよね、うん、絶望的ですよこれ。あと触覚のフィードバックはないんですよね、はい、あ、押したって、うん、まあ、一応サードパーティーのものを入れると押してビビってこうね作れたりするんですけど、なんでこう固くなりねこれを頑張ってきたんですが、もう諦めるしかないまあエスケープキーが戻ったので、そういずれね戻る可能性なきにしまらずかなとは思ってるんだけど、いやそれはねもう待ち望んでんですけどね。で最近ね今おっしゃった16インチの新しい MacBook Pro はなんとねこんなことが書いてありますよ。専用のエスケープキーがありますいや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 消したのあなたじゃんっていうね、このエスケープキーを消しといてね物理的に復活したっていうセールストークンしてるのすごいですよね確かに、まあ、そんな感じで、このね4つ目のキーコントロールキーはむっちゃ大事ということですよ、うん、ちなみにフォトショップはコントロールキーをキーボードショートカットに使えるんですよ、うん、あ、はい、でもデフォルトでは使ってないんですね、うん、なのでフォトショップでショートカットキーを設定するときにコントロールキーを絡めて作っていけばほぼバッティングしない、うん、自分の中で管理していればバッティングしないんですよね、うん、でもイラストレーターはじゃあできるかというとできないんですよ。できない。イラストレーターではさっきの表であったところのものしか使えなくて、でこの時あるじゃんって言ってもイラストレーターはできない、うん、そこで今日のテーマの一つであるキーボードマエストロっていうものを使うと、うん、コントロールキーを使ってショートカットが設定できる、うん、ということで、まあ、そこがまずね一つ目ね、はい、でそもそも問題なんですけど、例えば僕の場合はですねこれちょっとね見てみますとこんな感じですねキーボードをね持ち歩いてる、これなんでかというと F キーがあるからですね。ああ、なるほど、はい、ということなんですよ。もう F キーやっぱねF キーなしでは生きていけない、うん、確かに。てかね、まあ、今 F キーの脱却っていうのは私のね僕のテーマなんですけどやっぱね15年20年、まあね、やってきてこうしてきたのが、うん、使えねえって結構ストレスですよね。なんであの結構ね僕以外にも今これを真似してというかねあこれだなってことで持ち歩いて置いて使ってくださいあと、このね、FN キーっていうのはこれ5番目のキーなんですよ。FN キー、はいはい、でこれを使うことでさらにいろんなことがね広がっていくので、結構いいですね。さあそこでなんですが、US キーボードとね、JIS キーボードの話をしていきたいんですけど、例えば US キーボードの場合にはこんな感じの配列になってますね、はい、でこれ JIS キーボードですよってことになってまして、でコントロールキーどこにあるかと言いますと、JIS キーの場合にはここですよね、失礼、ここですね、コントロールキー、うん、はい、で US の場合にはここなくて、こ
ここにあるよ。めっちゃ押しやすいっていうことですよね。下にあるっていうことは。いや、ここがいいんですよ。そうなんですか。ここが、あ、そういうことか。だってホームポジションのまま押せるから。あ、うん、そこで、僕は US キーボード派なんですけど、はい、コントロールキーにこれしちゃえばいいじゃんっていう。あ、キャプスロックキーを、うん、ちょっとキャプスロック使わないし、確かに使わないですね。ということで何をするかと言いますと、キーボードのですね、環境設定を開きますね。キーボードの環境設定を開きまして、この中に行きますとですね、うん、何をしたいかと言いますと、このところで就職キーっていうところがありまして、これを押します。そうするとこんな風にキャップスロックをこれこれにしますよっていう、こういう設定があるんです、はい、でデフォルトであるんですけど、これがですね、なかなか結構外れたりするんですね。設定してるんだけどうまくいかなかったりとか、またね、まあ、いろんな問題があるということで、もうこれ使わずに何を使うかと言いますと、カラビナエレメンツっていうものがありまして、これがですね、キーのリマップといって、さっきみたいにこのキーはこれだよっていうふうにキーを入れ替えるっていうですね、アプリケーションなんですよ。でここで見ますと、キャップスロックキーをレフトコントロールにしますよ、まあ、レフトとライトはそんなに関係ないんですけど、キャップスロックをコントロールしてますよ。で、US キーボードの場合にはですね、右側のオプションキーがあるんですね。右側のオプションキー、何を言ってるかと言いますと、US キーボードの方で右側のオプションキー、はい、これもですね、コントロールキーにする、ということを私やってます、まあ、これ好き好きですけどね、はい、でコントロールキー3つ3つあるんですよ。なるほど。てかでコントロールキー最強なのそんなに好きなの。もう大好き大好きっていうか、もうコントロールキー命ですよ。なるほど、そっか、そうですね、確かに、はい、僕エクセルめっちゃ使うんですけど、エクセルでもコントロールキーってすごく大事なキーなので、コントロールなんちゃらっていうのはね、コマンドキーと違って使えるので、結構大事なんですよね。ということで、このキーのリマップカラビナーっていうのがありますから、はい、例えばさっきのですね、実キーボードの方ね、いらっしゃると思うんですけれども、実キーボードの方はですね、逆に例えば、この左下のところ、ここを FN キー、うん、オプションキーをコントロールキー、コマンドキーをオプションキー、英数をコマンドキーにするとか、ね、あ、なるほど、とか、まあ、そういうこともできちゃうので、まあ、それらを、ね、変えていくといいですよね、はい、で一応ですね、宗教戦争の話をしたいんですけれども、はい、僕は US キーボード派僕は JIS をずっと使ってきたので JIS なんですけど、最近ちょっと US キーボードに行った方がいいのかなっていうふうに思い始めてる、うん、はい、派っていうんですかね。でもそれね、好き好きなんで、うん、いいんですけど、まあ、僕は US キーボードしかありえないと思ってます、うんうん、でまず一ついくつか理由をね述べたいんですが、まずね、1の横にこのチルダのキーがあるんですよ、うん、これむっちゃ大事。じゃあ JIS はどうなってるかというと、見てください、1が長いこのね、同じ数字キーなのにここだけ長いってデザイン美的センス的に耐えられる、耐えられないですよ。っていうか僕的に言うと、はい、天気付きの王じゃないと嫌だっていうところがあるので、はい、そこの数字キー使わないんですよね。もう基本的にもう右側の天気を使うみたいな、はい、でなんでこれがあるといいのかと言いますと、はいはい、ウィンドウ切り替え、はい、で本当にコマンドキーを押しながらこのね、うん、チルダを押すことでウィンドウ切り替えができるんですね、うん、ここもチルダなんですか。はい、あ、そうかそうか、これバックコード、ね、こっちだとコマンドタブで、コマンドタブだとアプリケーション切り替え、あ、そうか、うん、勘違いしてました、ね、で、JIS キーボードの幅はコマンド F1 でできるんですけど、うんうん、F キーないですから今ね、うん、確かにでこのウィンドウ切り替え大事、はいはい、それからですね、まあ、これ今日は本題じゃないんだけど、このね、カッコ類、例えばカッコ類、このね、カッコ閉じるとか、はいはいはい、このブラケットとか、マイナスプラスとか、全部こうセットになってるんですよ。あ、確かに、これが、JIS キーボードはずれてるんですよ、ね、確かに、ね、ちょっともうバラバラじゃんみたいな。で、Adobe 製品っていうのはアメリカで作られたものなので、うん、US キーボードを前提に作られてるんですよ。はいはいはい、隣り合わせになってるってことはやっぱ使いやすいんですよ、うん、そしてね、もっと重要な問題がありまして、これね、こうカチカチカチパーン問題で、これ何だ
この、 あのエンターキーを押すのがうるさいっていうものらしいんですけど、これなんでかなと思ってたんだけどね、これ分かったんですよね。まずね、 US キーボードの場合にはホームポジションからここからですねちょっと伸ばせば横にずらせばいいっていう、なので、はい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 、ホームポジション動かないんですよ、はい、いいですねこのままね、このままこう手を離してパンとあちょっとこれ出してこのね、ここからいこれなので、うん、こういけますね、あ、はいはいはい、でちっちゃい方でも頑張ればいけます、うん、ですよね、はい、しかし実キーボードの場合はキーが2つのね、こっちだから浮くしかないんですよ、一回持ち上げてパン、そうそうするとね、パンっちゃうんだよね。でもパンが気持ちよかったじゃないですかね。パンがね、タイピング遅い原因ですね。なるほど、はい、そんなことしてるより人には動くといや、ホームポジション動かない、動かさない、はいはい、あ、なるほどね、これがめっちゃ大事、うん、あ、確かにね、まあ、そういうね、あのこだわりがありまして、US がいいんじゃないかなと私は思いますし、まあ、そもそもね、US キーボード美しい、うん、じゃないかなと思いますけどね、うん、ただ MacBook の場合には後から変更はできないのでカードに変えなきゃね、いけないので、そうですね、確かに、ね、うん、はい、ということで、まあ、そこはね、あの皆さんいろんなこう考え方とか、あと財布持っければいいんですよね、タコノさんみたいに。それもいいんだけどね、でもね、ちょっと打ちたいときにキーアレスが違うとやっぱりね、効率落ちるんですよね、はい、まあ、スペースバーが長いとかもね、ありますけどね、スペースバー長いとね、あのこのままホームポジションの状態でこうスペースを打てるよ、はいはいはい、ああ打てます、確かに、まあ、うん、打ってますね、こう普通に、ちょっときつくない、ただこう向きっていうか、こう角度があんまり押しずりやすくはないなっていう、まあ、あとね、センターじゃないっていうね、こうセンターに置ける、はいはい、センターじゃないじゃん、ホームポジション、確かに、まあ、このくらいしておきますけど今コメントで、あのカラビナエレメンツ使うと、うん、Windows 用のキーボードを Mac のキーアサインに寄せて使うこともできるよ、あ、いいですね、あ、なるほど、小原さん、小原さん、あ、いいですね、それでですね、せっかくなんでちょっとここをご紹介したいんですけど、いや、実キーボードは AS かながあるんだけど、はいはい、ね、US ないじゃんっていう問題があるんですが、はい、US キーボードの場合にはカラビナエレメンツの方でこういう設定をしてありまして、コマンドキーを単体で押した時に AS かなキーを送信する、左コマンドキーは AS、右コマンドキーかなっていう、これ切り替えができるんだね、もともとそうか、 AS 左で、はい、かなは右に、ね、あるから、なので、このね、AS かなキーがない問題はもうこれで解決、うん、あ、なるほど、はい、はい、ということですね、で、そこでですね、もう一個ありまして、僕の場合にはここにですね、自分の一個ね、設定を作ってます、これ FN ナンバー2キーパッドなんちゃらかんちゃら、はい、でこれ何かと言いますと、こちらですね、例えばこちらね、新しく、じゃあリッチテキストで、文字をね、ちょっと大きくしましょうね、文字を、文字パネルちょっと大きくしました、はい、はい、でまずですね、何をしたいかというと、今日本語モードになってますよね、うん、あ、はいはい、日本語モードの時に数字を押しますと変換しますかになりますよね、はい、しかしこの時に僕の場合には日本語モードの中で FN キーを押したまま打つと英語が入る、なるほど、でこのさっきのチルダを押しますと0が入る、うん、1の横だからね、1の横、ああ0 2個あるってことですね、0 2個あるんですよ、よくないですか、この、ね、1の横を FN キーを押しながらだと半角が入る、000にするとかもね、しようと思えばできます ね、 ね、でさらに789ってあるでしょ、うん、789UIOJML、 これ結構前のね MacBook はこのね、なんちゃらモードってのがあって、そこをモードを変えるとそこが電卓モードになるってことです、はいはいはい、ということで、これ話戻りまして、僕の場合にはこのとこで、これ見えないんですけど 789UIOJKL とこうなるんですね、うん、さらにここを押しますと0、で
でここの N をしますと00ってなるんですよ、うん、ということでこれ何を言ってるのかということでちょっとね図解したものがあるのでご紹介しますとここね行きまして、カラビナエレメンツちょっとねカラビナエレメンツカラビナエレメンツ無料です。カラビナエレメンツ無料なんです、ねなんかね今日ねマウスポインターが消えちゃう問題がねありまして最近あるんですよ僕もあれですか、ね、にマウスポインターがないないって操作ができなくなっちゃったっていうか、ね、でこれですねテンキーレスの MacBook こんな感じでこれね僕の場合こういうモードになってるので FN キーを押しながらだとこの感じデリートキーもリターンキーもできますよなのでそっか00あでカンマ回るところがねカンマ回るで00がねもう最強US キーの点と点キーにはカンマがなかったりするんで、やっぱりね、経理系とかねやるときに点キーがあったらいいんじゃないなんだけど、点キーがあっても00キーがないとか、カンマキーがないとか、いろんなこう問題があるんですが、いろんな結果ねこれが最強。でこれの設定がですね、実はこの下の方に、あこれ昔のキーボードこうなったよねっていうことで、456とかあるでしょ。でこの設定がもう入ってますからあダウンロードできるようになってますのでダウンロードはねどこかというとねこリンク先ってあじゃないな一番下じゃないですか、ね、これ、うんね、JSON ファイルのダウンロードするとダウンロードできます、うん、そうするとタタでできる、うん、さあ話戻りましょう、全然イラストレーターに行かずにもうあるんでしょでですねでキーボードマエストロいきますね、はい、でキーボードマエストロですよということでキーボードマエストロは、これ検索するとですね僕の記事イラストレーターユーザーがキーボードマエストロを使う理由っていうのが、ねうん、ありましてこれがね結構ここで出てくるんですけれども、Windows だとねオートホットキーっていうのが、ね、ありまして、はい、でそちらでも同じようなことができるんですが、うん、できるようなんですけれども私は Mac ユーザーなので、こちらでねいきますけれどもですねまずはスクリプトを実行できます、はいでスクリプトはですね、モノカノさんのスパイっていうね、もう結構使ってくるので、ね、スパイでもできるんですけど、うん、スパイの場合、スパイもすごくいいアプリケーションで、うん、さらに無料でいいんですけど、うん、このスクリプトを使うしかできないんですよね。実行するしかできないんですよ、ね。スパイって一個パネルみたいなやつだから、はい、そこにこうスクリプト登録をして、まあ、ダブルクリックして実行するっていう。うんうんだけどね、スクリプトの場合にはですね、例えばこのスクリプトを実行する前に、うんコマンド G でグループ化をしておいてねとかあ、うん、例えばカーソルが立ってるとできないから、うん、一旦コマンドリターンでテキスト全体を選ばないと実行できないとか、うん、そういうね前準備、うん、また実行した後にもうこれ絶対グループ解除したいよねとか、はい、後処理があるんですねそれを合わせてできるんですよつまりどういうことかと言いますとアクションの OS 版なんですねうん、イラストレーターでこれをしてこれをしてってアクションを作りますよね、うん、これを OS レベルでできるぞというのがキーボードマエストロねということでキーボードマエストロの、ね、記事いっぱいこう書いてあるんですけども、この中でね最近ちょっとね、頑張って何ができるのってことで書いたものがあるので、これちょっとご紹介しますとキーボードマエストロを使うと実現できることっていう、ねはい、記事がありましてこの、ね、マウスポインターが見えないと勘で押すしかないっていうねこれ、ね、多分ね再起動するとると思うんですね今できですよね、でこんなところでね、書いてあるんですけどで今日はイラストレーターなので、はい、じゃあちょっとこれを切り替えてですね、サラでサラからいきたいと思いますのでちょっと MacBook Air 3番あそうか今閉じてるからか、はい、これね Air ですよね、うん、Air はなんとね F キーがあるあこれあれ、うんあそっか、エアだから、うん、ね、いいですよねもうエアで、エアでも、エア持ってたんですね僕あ、これ検証機、検証機あ、うんでですね、じゃあ今日はこうしましょうということでちょっとディスプレイをね、ゼロからやるっていうね、ことで、あ、これ見えてないですねあ、今あ、来てます、大丈夫です、はいはいね、サラから行きたいので画面ください、はいはい、サラから行きたいので、今日はまず、ユーザー設定ユーザー設定どこだっけ
ユーザーとグループ作りたい。ん？その下。あ、これね。あ、ユーザーグループね。はいはいはい。で、これを解除しまして。で、ここにね、新しいの作りますということで、こっからか。DTP クエスト。うん。DTP クエスト。じゃあ DTP にしましょうね。DTP。4文字順の仕事が怒られた。じゃあこれ DTP クエスト。DTP クエスト。OK。で、できたので、これをログインオプションで、高野を DTP クエスト。で、DTP クエストと入れました。はい。うん。DTP クエスト。あ、大丈夫。よかった。はい。スペースがね、必要だったみたいですね。うん、なかなか、うん。まっさらで今作ったってことですよね。そっから行こう。これいらない。これいらない。後で設定ね。続ける。でもこれなかなか貴重なデモな気がします。あのね、あれなんですよね。作り込みすぎてて、ゼロの人の気持ちがね、分かんないっていう問題がね、ありましてですね。なので、最近こちら用意したんだけど、うん、デモの時に。いや、そんな。はい、デモでもそうですし、はい、本書くときのスクリーンショット撮るときも一般の人と違ったりするわけじゃないですか。そうそうそう、ちょっとデフォルトに戻さないといけない問題とかないですか。だってそうそうそう、それはまあユーザーをね作ってたんだけど、ああなるほど、それにしても結構ね F キーがあった方がいいかなっていうのと、うん、違うマシンがあった方が切り替えできるからいいかなってことね、はいはい、さあそんな感じで、今ねイラストレーターを起動しましたということで2020、はい、起動しました。ただ今度マウスがちゃんと見えてると思うので、ああ、うん、そうだ、この間にね、こちらね再起動したっていうね、再起動した。ああ、確かに。あ、もっと待って、これじゃあお願いします。これちょっと見ちゃって、サブスクリプションの、あ、ネットワークが、ネットワークね、はいはいはい、的にユージさんにしたいです。ちょっとお待ちくださいね、画面は、はい、壊せる、壊せる、ありました、はい、で、ここで、これ見えちゃうよね、パスワード、あ、そうだね、それでやっとけば、まあ、見えないです。大丈夫ですかね、はい、じゃあ切り替えてもらって、で、うん、はい、ということでね、こちらちょっと僕入れると、やっぱこう Adobe のね、ログイン、製品のログインを、はい、大丈夫そうですね、うん、これはいらないんで、あ、まあいいか、まあで、うん、大丈夫だと、はい、はい、ということで、新しいのをね開きましたということで聞いてもらいたいんですけれども、例えばですね、何をしていきたいのかということで、じゃあまずねベーシックなところでからいきたいと思いますけれども、例えば新しい紙を開きましたということで、はい、ここに紙を開きましたと、うん、でこのところでですね、例えばこうね拡大してきまして、これをコマンド0ってするとこう、アートの全体を表示ですよね、はい、コマンド0、こちらは言うまでもなく、こちらのアートボード全体を表示なんですけど、はいはい、コマンド0こそ右のもの必要ですよね、左のだけでできたりしたりします、はいはいはい、ということ で、 でそこで、じゃコマンド1でいいんじゃない、でコマンド1は 100% っていうのが、ね、作られていますので、ね、100% 表示が設定されているので、まあ、これを犠牲してもいいんですけど、でそこで、これをですね、さっきのコントロールキーを使って設定してみようよっていうことをちょっと紹介してみたいと思います、はい、ということで、こちらちょっとね一旦隠しまして、隠れないので、まあ、隠しますね。じゃあまずキーボードマエストロをね起動します、
で起動しました、そうしましたら何か言ってきます、うん、アクセシビリティアクセスイズリクワイアードということでまずこう開きまして、このところでね、アクセシビリティの設定をしてくださいねということで、はいはいはい、鍵をこう、ね、開けまして DTP クエスト、あ、そうか、いいのか、スペースがきっと大文字だっけ、さっき、いや、スペースなんじゃない、小文字でじゃなかったっけ、ちょっとこれでいけるかな、できましたね。でこれでね、チェックチェックですよね、はい、でこれやったよってことで、これのダイヤルがもういらないのでチェックを外しまして、うん、通します、はいはい、で最初にですね、いっぱいガーッと入ってるんですけど、うん、こちらものいらないのでまとめてね選びまして、でこれ削除しちゃっていきます、すべて、うん、コマンドデリートで削除しますね、はい、で何をするかというと、今ですねグループマクロなんちゃらってありますよね、はいはい、ちょっとね拡大設定していい、拡大の設定します、ね、あ、はい、拡大の設定は、まあ、せっかくなんで知らない方は覚えていただくといいと思うんですけれども、拡大の設定はアクセシビリティのところに行きまして、あ、その上です、あった、ありました、で行きまして、ズームの設定ね、ズームをショートカットでオンにしますよとしまして、でここで、詳細の設定に来まして、どのくらいのズームしますかとズーム比率を決めます。で決めましたらば、このショートカットちょっと嫌なので、はい、キーボードショートカットに来まして、でキーボードショートカットの方でショートカットに来まして、アクセシビリティのズームの、拡大が F2 と、あ、ダメだ、これ何かと言いますと、キーボードで F1 を使いますようにしまして、このところに行きましたね、F2、 今 F2、F1 使ってるんですね、そうそう、これでこうするね、こうね、昔違うので操作使ってたんで、ああ、なるほど、結構僕もね、どんどん毎日進化してるということで、ちょっと今ね、ちょっと滑らかじゃないので滑らかにしたいということで、まあ いや滑らかじゃないけど、まあ、はい、今日はね、いきますね。はい、ということで、むっちゃ生なんですけど、でですね、まずこちら、グループ、マクロズ、なんちゃらってありますね、はい、まずマクロって何？なんかマクロってなんか難しそうな感じしますよね、はい。で、ここはね、ちょっとね、最初のね、難関、うん、マクロとはアクションです。うん、イラストのアクション、はい、ね。何かをしてこれをしますよ、登録したマクロ。うん、で、マクロをグループで管理しますよ、はい、グループはセット、だからセット、アクション、その設定ってなってます、うん、でまずはグループを作ります、グループを作りますということで、このね、イラストレーターだよとかいうことで、ね、名前をつけるんですね、うん、そしたらここを見ると Available in all applications ってありますから、うん、全部のアプリケーションを使えますようになってるので、うん、これをクリックして上から2番目、そこでイラストレーターを選ぶと、このグループは、この AI グループはイラストレーターだけで使えますよ、うん、っていうことなんですよ。これ結構大事なところね、うん、はい、で次にマクロアクションを作ります、うん、はい、じゃあまずはここでピッとしまして、全体表示だよとしましょうかね、全体表示と、これ、ね、日本語はちょっとうまく入ってこないので、ちょっと待ってね、いろいろこうね、生でやるって大変ですよ、ね、かなりね、いじってるから普段、うん、真っさらなマシンでやるっていうのはなかなか多分ね、やりづらいんじゃないかなと、言語なんか言語、どれだけデフォルトじゃダメだ、ダメだっていうか、ダメじゃないかもしれないけど、より良くするためにっていうのがすごく伝わってきます、はい、OK ね、よし、じゃあこれで、日本語にしまして、何でしたっけ、全体表示、ね、全体表示としましょうかね、はい、そうしましたらば、ここ見るとニュートリガーってあるので、はい、ここでホットキー、これがショートカットキーのことなので、じゃあ今回はコントロール1にしましょうか、はい、この山は、ね、コントロールって言ってますね、うん、で次にニューアクションをクリックしまして、じゃあどういうアクションしますかってバーっていっぱいあるんだけど、はい、あ、これメニュー関係だよねっていうことで、これね、メニューとかって入れてみますね、これいけるかな、いけないですね、ここのところで英語にしまして、メニューと入れると、うん、このところに
セレクトオアショーアメニューアイテムって出てくる、ベータキピッと押します。特にこう出てきました、うん、で出てきましたらばイラストレーターのなんちゃらメニューなんちゃら打つのめんどくさいですよね、はいはいはい、ということでメニューをクリックしてイラストレーターに来まして、表示の中のこのところで、アートボード全体表示選ぶとこれがねピッと入るんですよ、もうね、メニューが全部出てきてくれるのでその選ぶのは楽しいですよ、はい、そしたらイラストレーターに戻りまして、さっきのね今ちょっと大きい状態でした。これでさっきはコマンド0で戻りましたけれども、うん、今度はコントロール1でピッときました、うんね、今ちょっと見えないと思いますけどコントロール1でピッときたと、うん、そうすると、自由に設定ができたということになってきましたね、うん、今までよろしいでしょうか、はい、はい、じゃあもう一回いきたいと思います。では、サファリかなのをねちょっと起動しまして、今度はですねあれですね、テキストばらし、ああはいはいはい、テキストばらし、テキストばらしと検索をしますと、今度はタクトシステムさんがね、うん、今一番来ます。もともとはこの2番目の、倉田さんっていう方がねいられる便利さんが作っていたものを、はいはい、タクトシステムさんが改良して、うん、さらに嬉しいことにですね、こちらなんと無料でダウンロードができる、でダウンロードしますよとかダウンロードしました、うん、ということでダウンロードねしました、とか終了。そうすると今どうなってるかと言いますと、こちらですね、ダウンロードしたものが、このダウンロードフォルダに、ね、入ってますから、ダウンロードとかテキストばらし、AI ですね、うん、じゃあこれちょっと分かりやすくデスクトップに置いておきましょうか、はい、としましたらば、このテキストばらしは何をするかというと、開業しているものをバラバラにするっていうテキストばらしですね、うん、ということでちょっと一回やってみましょう。こちらですね、このところで今ね山路を登りながら開業しました、で開業しました、うん、ということで、あ、しましょっと、うん、これねショートカットのね木がちょっと違うので、こちらをまあいいや、このところで制御文字を表示すると開業されています、はい、でまずはファイルメニューのスクリプトのその他のスクリプト、はい、コマンド F12 を入れまし押しまして、デスクトップのさっきのテキストばらしですよということで開くとすると、ピッてこんな感じに、うん、バラバラになりました、うん、これはテキストばらしだね、はい、でもいちいちこれをですね毎回こう開いて、あどこだっけってやると面倒くさいので、うん、ショートカット設定したい、はい、ということでちょっとこれ取り消しをしまして、でキーボードマエストロに行きます。でキーボードマエストロではさっき全体表示を作りましたので、はい、ここにもう1個作りますよということで、このところにテキストバラシを作りますね。じゃあバラシとしてもね、バラシ、はい、じゃあショートカットキーはじゃあさっきコントロール1だったのコントロール2にしましょうかね、はい、で今度はこのところで何をするかっていうと、ファイルを開きたいということをしますので、うん、これでオープンとしましたですね、はい、これオープンが出てきましたということで、でこのところで、どこにあるのということでデスクトップのこれだよと選びますと、うん、このデスクトップの中のテキストばらしだよと、はい、でこれをイラストレーターで開きますよという設定をしました。そうするとイラストレーターに戻りまして、今これね合体しているものをコントロール2とするとね、はい、あちょっとねこれねタコね、やりました。もう一回いきますとコントロール2とこんな感じ、うん、そうするとこんな感じ自由ができ、うん、自由にできますよ ね、うん、ね、でこの時にちょっとねカーソルを置いた状態でやるとこれできないよって言われちゃうんですね、はい、そこでなんですがこれ戻りまして、この前のところにですねもう一個こですねタイプとしますと、うん、タイプはストロークと出てくるので、ここでコマンドリターンを入れます。コマンドリターン、うん、はい、コマンドリターンは何かと言いますと、カーソルがあるときにコマンドリターンと押すと全体を表示するんですね、うん、はい、そうすると今度はカーソルを、ね、チカチカした状態でコントロール2とするとコマンドリターンをしてスクリプト実行できます、はい、つまり、これをですねスクリプトだけであれば、うん、いろんなツールがあるんですけど、その前処理、はい、後処理ができるよというね、はい、ことこんな感じなんですね、うん、なんとかできそうですよね。いや本当にすごい、はい、
できると思う、うん、これの積み重ねでもうすごいことをやっていったのがもう今の高野さんっていう話だと思うんですよね、うん、でそこでですね、はい、昨日おとといスーパーすごいのをね、はい、ちょっと、ね、作ったのでこれを紹介したいと思います。それキーボードマエストロのマクロを作ったってことですか。そうなんですよ、うん、これがね夢のもう5年越しで6年越しくらいで、はい、あそのうち作りますって言ってそうかなかなかできなかったって難しいやつってことですよね。今まで簡単にできなかったっていう、はい、そうなんですよ、うん、これはねぶっ飛びます。ちょっと今再起動して、はい、まあでも何かっていうと、はい、ウェブ系の場合には RGB でピクセルで、はい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 、あとかでしょ、はい、単位はこれで、うん、で紙の場合はポイントでミリとか、うん、で俺うちは級数だよとか、ね、級で派だよとかって、うん、これ切り替えてむっちゃめんどくさいんですよね、うん、であれとこれとこれとこれとやんなきゃいけないなってことでやっていくんですけど、でこれをですねサクサクできる3秒でできると、うん、ということで、でこれがですねもともとはテンさんっていう方がですねいらっしゃいまして、テンさんが、こちらのね、これをこういうスクリプトがあるよっていうことをね発見したんですよ、うん、発見しまして、ちょっと待ってね、US かなんかのスクリプト、あのねなんかね、うん、書いてないものを探し出したらしいよ。え？書いてないの？イラストレーターのスクリプト関係っていうのはですね、はい、ちゃんと公開されてなかったんですよ。ああ、なるほど。マニュアルがあるんだけど、で何を言ってるかと言いますとですね、ちょっとここからいきますと、このね、テンさんっていう方が、はいはい、手抜き DTP、手抜きラボ DTP の現場のとこで、はい、このね、このこういうのを使うとできるよっていうのをね、これをね、ほうほうなんと2014年にほうほう、これをね、こういうのを探し出しまして、はい、こう探し出して、でこれでこう頑張ればできるからっていうね、ことで、でこの第2弾が、この続きはこれだよってことをね、これをこうね、続きだよってこと、ほうほうこんな感じで、ね、書いてあるね、はい、で単位のところはこんな感じのこの単位の番号を設定すればできるよ。でこれを受けましてモノカノさんがねもうあの我らのモノカノさんがなんかバッテリー的なすごいと、これ実際本当すごいことなんですよ、うん、でモノカノさんがですね、じゃあこれで俺作ったからと言ってこれ作ったんですよ、はい、作ったんだけれどもこのスクリプトを実行すると環境設定の見た目は変わるんだけど実装としては変わらないっていうそれダメなやつです、はい、ここ書いてあります。イラスト読んでみますと、環境設定では単位が変わりますが文字パネルとの単位表示は変わってくれません、はい、イラストレーターのバグです、断言とありまして、確かにどうすんのっていうことで、ね、できないじゃん、うん、でまあどうすんなってことだったんですけど、でこれをねちょっと肌とね思いつきまして、はい、これできるようにしたんですね、うん、これちょっとご紹介したいと思います。まずじゃあデモからいきますか、はい、ちょっと延長しちゃってますけど、あ、いい、もう全然、はい、これはねちょっとノートで有料にしようかなと思ったんだけど、もう無料で今ダウンロードできますありがとうございます。いきますよ、はい、まずですねこのところで、これのですね練習用ファイル作ったんですね、はい、単位テスト用、はい、開きとしたんだ、開きましたね。まずここを見ますと、ちょっとねこちらを自分のワークスペースにしますね、はい、ここを見ますと文字パネル、文字パネルを見ると今12ポイント、はいはい、15ポイントですよね、うん、でここを見ますと1000パネルを開きますと1000パネルの方は1ポイントとなっています、はい、でここを見るとミリメートルになっていまして 0.1 ミリになってますよね、はい、じゃあまずねこう呼び出します。呼び出しましたらばこのところに Web は W だよと書いてあるので押してみます。 W ピピ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 、おおすごい、はい、ピクセル変更しました。おお、OK、
そうするとここもちゃんとピクセル、ピクセル、ピクセルで、かつここ行きますと、ピクセル 0.5 ピクセル、ちゃんと定規もピクセルになってます。こんな感じね。すごい。おー、素晴らしい。はい、行きますよ。今度は、ポイントなので P 押しますと、ピピピピピピッと行きまして、ピピピピッと行きまして、完了、ね、完了しました。で、これ見ますと、ポイントですよね、はい、ポイント、ポイント、はいはい、で、ここ見ると、ポイント、でもここのところはミリメートルで 0.1 ミリということで、はいはい、ここもちゃんとね、こう変わってます、うん、じゃ一応、じゃ念のため9行きますね。9ですよとしますと、9波と行きまして、ピピピッと行きまして、ピピピッと行きまして、ここを見ると、ね、9に変更しました、うん、そうするとここね、9数で9波 で、うん、でかつここは、ミリで、うん、そして全体のところはミリメートルで 0.1 ミリだよということですね、うん、すで、どこを設定してるかと言いますと、これね、どこを設定してるかというと、まずこのところのキー入力のところですね、はいはいはい、それから角丸の半径と、はい、うん、テキストのところのサイズ行送りとベースラインシフトと単位ですね、はいはい、でそこのところで問題がですね、何かと言いますと、さっきのね、モノカノさんのね、スクリプトのところに行きますとですね、モノカノさんのスクリプト、これちょっと見てみますと、これね、ちょっと開きますと、夢のスクリプト10本だってこれね、本当にね、私たちがね、うん、もう、なんでこれできないのか、僕の場合はね、それを質問を受けた時には、イラストレーター2バージョン使って、最新バージョンはウェブで、1個前はプリントっていうの分けてるんだ。なるほどね。それが一番確実とか、ね、言ってたんだけど、やっぱ分けたいんですよね。で、モノカノさんがこれをね、こう作られていて、うん、で、これ実行しても実行されない、うん、なんですよ。で、どうしたいかと言いますとですね、こちら例えば、このところで環境設定の単位、はいはい、というところに行きまして、これを例えばピクセルにすると、このところのがちゃんとこう、ね、ピクセルになるんですよ、はい、またここから右クリックしてポイントだよとすると、はい、ポイントになって、環境設定の、こちらに行きますとちゃんとポイント、はい、あ、変わってないんだ、ピクセルにしたんでしたっけ、うん、まあ、とりあえず、はい、何をしたいかというと、ここのところで、これがね、生きてるんですよ、はい、うん、でポイントにしましたとすると、これがポイントになりました、はい、ですね。ということで、じゃあ実際何をしているかと言いますと、まず環境設定を出して、ここの、ね、単位に切り替えるってことができないんですね、うん、あ、はい、インデザインはコマンド下向き矢印でこのね、はいはい、ここをカテゴリーに切り替えるイラストできないんですよ、うん、はい、でどうするかというと、キーボードマイストロ画像認識っていうのができるので、画像認識をしてもいいんだけれども、はいはいはい、でも色が違うじゃん。そっか、うん、そうですね、はいはい、はい、このね、確かにユーザーインテリア色が違ったら画像認識はちゃんと効かないでしょ、はい、ということで、どうしようかなってことなんですけれども、うん、ここに関しましてはもう画像認識諦める、はい、その代わりに環境設定の単位を呼び出すショートカットキーがあるんですよ。コマンドシフト U ってやると単位が呼び出されるんですね、はい、ということで、こちらの、ね、キーボードマウスの方に行きまして、ちょっと見てみますと、このね、プリン、ちょっとね、ちょっと一回閉じますね。まずは、このところで、ね、このところで、ここにですね、こういうコードを使って JavaScript を使って単位をこれにします、これにします、これにします、これにしますって設定してるんですよ。これ0とか2って何、これはさっきのモノカノさんに書いてありました。これをね、ちょっと開きますと、このね、ポイントや9を切り替える、うん、これなんですよ。0がインチだよとかこういうのがね、最初からこう定義されてるので、例えば4とするとセンチメートルだよっていうことになってくる。なのでここの場合は0としてるっていうことイコールインチになってるんですよ、はい、うん、でこれでやると一応設定は変わるんだけど反映されないと、うん、そこでなんですけれども、まず一旦これで設定をします、はい、この後にこのところでですね、こんな感じです ね、 これね、まずは、コマンドシフト U で環境設定を生み出してくださいね、はい、次に 0.1 秒待ったらば下向き矢印を押してください。おー、やってみますよ、はいはい、イラストレーターでコマンドシフト U でこれを呼び出して、うん、今ポイントのところに
フォーカスしてますよね、はいはいはい、下向き矢印で1個変えます、はい、変えたらタブキーを押しますと次にジャンプします、はい、でこれで変えましてタブキーでジャンプする、あで終わったらリターンキーを押しますと OK になったことにするという、はい、そういう地道なねなるほど、いやちょっとこれでもう一回ちょっと見てみますと、これでこうするとこう呼び出しにくいと感じるんですよ、はいはいね、へえっていうことをですねやっていくんですね。で、ちなみにこれをですねデフォルトではできないので、このキーボードショートカットの中でここにですね、フルキーボードアクセスと言いまして、うん、これが最初ね、はい、これしか上の方なんですね。これ全てのコントロールってすると何ができるかというと、例えば今ここにフォーカスするでしょ、はい、タブキーでフォーカスを移動します、はい、シフトタブでフォーカスを戻します、はい、タブキーでフォーカスをして、ここ今ねすごく見にくいんですけど、ペンツールのところの四角があったりするんですけど、うん、スペースを押しますとこれがこうコンになるんですよ。または、このところで例えばですね、この場合なんかにもですね、例えばここでタブキーでフォーカスを移動して矢印キーでこうね変わりますよね、はい、タブキーでフォーカスを移動して、まあ、こんな感じになってるんですね、うん、っていうのを地道に、なのでこれはね、あの下高企画さんにアドバイスをいただきまして、いやこれはね矢印キーでいっぱい変えるとあのエラーの元になるから、はい、1個前とか、ね、1個先にしておいて1個だけ変える方にした方がいいよってアドバイスをいただきまして、なのでさっきここで設定してますよと言ったんですが、これ実はですねここのところの設定というのは1個ずらして設定してるんですよ、うん、はあはあはあ、1個ずらして設定をして次のところでこれを戻すっていう、ああっていうねことをやって、またねちょっとこの辺ではねこうだよとかってやっていくことで、これができるというねことになりますね、うん、ちなみにカラーモードも変わったり、あカラーモードもね一応ねあの設定こうあるんですけど、カラーモード変えるのは乱暴すぎるって言って下高企画さんに昨日諌められました。なるほど、そうか。いや僕はカラーモード変えた方がいいと思うし、カラーモードの他にも、ここにねオーバープリントプレビューとか、はいはいはい、ピクセルプレビューとか、あそっか、あとオブジェクトのね、はい、うん、一応作ってあって今オフにしてあるけど、うん、まあ、いつでもオンにできるようにしてやるっていうことですね。そうそうそう、オンにしたいからオンにすればなるほどできるので、はい、そういうことですね。素晴らしい、はい、で、ちょっとあとですね、時間ちょっといい感じになってきたんですけど、でこれをすると何が嬉しいのか問題を最後にちょっとだけデモをしてねご紹介していきたいんですけれども、はい、例えばですね、何が嬉しいのかということで、例えばですねここでですね、今ね今実は操作のところも実はほとんどマウスを使ってないっていうね、うん、言ってましたね、例えばですね、ここからいきましょうか、はい、こういうねこういうのをね、はい、左揃えで作ってくれる人いますよね、これね多いですよね、うん、うん、でこういう時にかこう拡大するとねずれちゃうっていう問題がありまして、じゃあどうするのか、これをまずセンタリングしまして揃える、うん、めっちゃめんどくさい、うん、ということでこちらのものをせーのピッてやると、これがねちょっと今失敗しちゃいましたけど、こんな感じにこうね変えられるということですね、はい、ちょっとね今ね、棚卸し中でちょっと今ねミスっちゃいました。これ今何がミスったかというとダブったってこと、そうダブってる時にこれ出てくる ねこれコンフレクションパネルって、ね、ああ、うん、はい、またはこんな感じにですね、これアチャさんっていう方が作ったやつで、はい、これを使ってこれはねこの見たまんまで行揃えを変えますですね。また例えばこちらですね、文字がこうちっちゃい場合に変更しようがないですよね、はいはい、でこの時にピッて出しまして、このところでこう、ね、変更すると、これが変更がこうね、または例えば、これとこれを選びまして、このダイヤルを出しまして、1、2、3、リターン、4、5、6、リターンみたいなね、こんな感じね、はい。これいいですよね。いいですね、これ。次に、整列。選びまして、整列。今、整列は実はですね、ここにあるんですね、整列っていうのが、ね、ありまして、ショートカット機当てられるんですよ、はい、これ去年の10月から、うん、だけどちょっと困ってしまうのは、例えばこういう場合に
整列パネルをね開きますと、整列パネルではここをねもう一回ちょっと開きますと、これがアンカーポイントの整列になりますから、はい、ピッて整列するんですよね、はい、しかし、こちらのものをやろうかなってもうできませんって、ね、オブジェクトじゃないからってちょっと詰めに構えなので、やっぱり整列のこのねパネルが必要なんですけど、パネルクリックしたくないということで、はい、じゃあ何をしてるかと言いますと、このね整列パネルでやった操作をアクション登録できるんですよ、はい、でこのアクションをこのキーボードマイストから実行しますよっていうことで、何をしてるかと言いますと、整列というねところに行きますと、ここでね、ちょっとこれちょっとやめまして、ちょっと待ってますね、これね、例えば整列といきますと、このところで、このねこちら、はい、これは、整列というグループの中の左揃えというのを実行してくださいねっていうね、はいはい、この中でキーボードマイストロからアクションを指定して実行するという機能なんですよ、うん、でこんな感じにこうね指定設定ができるので、つまりここのものがあることによって、これがねあることによりまして、これをキーボードショートカットできますよということでやってみますと、こちらをね選びまして、せーのピッてやるとこだね、またピッてやるとこうなります、うん、これね、またセンタリングと、さあそこでちょっと聞いてみたいんですけれども、まずこれがありまして、これを左揃えにした後には次何をしたいですか？グループ化？うん、グループ化もしたいですけど、その他にしたいこととしまして、感覚？そうですね。あ、そこでなんですけど、僕の場合にはポンポンとしますとこうなります。わかります？わかります、はい、はい、もう一回いきますね。これをポンポンと押しますと、ピンと。これ何をしてるかと言いますと、このボタンですよね、これね、はいはい、つまりこれを選びまして、こうするとピッてなるんだけれども、このところダブルタップっていう設定がありまして、はい、このキーをダブルタップすると次のマクロ、他のマクロを実行するようができるので、はい、これはね僕の発明なんですけどね。ということで上も同じようにこちらをね選びまして、ポンポンとするとね、ことですね。でさらに、さらにこれちょっといきますと、例えばこちら、例えばねこちらのここにこうバラバラにこうありますよね、はい、これを選びまして、これができるんですよ、これピッピッと、グループ化もしてない。これはねゴロリブデザインさんっていう方が作ったスクリプトで、これ有料なんですけどね、こんなことができたりとか、でまたねこちら、これを複製する場合どうしますか？一旦コマンド C をしまして全面ペーストしますよね、うん、でもコピペって結構イラストレーターが落ちる原因なんですよ、はい、うん、そこで僕の場合にはこちら選びまして、せーのピッてやるとこちらがねこうコピーされてるんですけど、何をしてるかと言いますと、移動のね台を出しまして、これを00にしましてからコピーボタンを押しますと同じ場所にね、うん、でこのアクションをここに設定してありまして、アクションに対してこれを実行しますよっていうことにしてるので、そうするとね、コピペで落ちない、うん、でさらに例えば、文字をね打ちました、文字を大きく小さくするのはもう言うまでもなくコマンドシフトダイナミーションなんですよね、うん、でも画像とかパスに対してできない、はい、で僕の場合にはこれをねこんな感じで大きく小さく、ね、もっと大きくもっと小さく、あ2倍にします、 50% にしますってことで、これがね画像に対してできるとね、むっちゃね、いいですし、またですねこれね文字が例えばこんな感じにねありましたということで、この文字をこれ拡大縮小しますとこうなっちゃうんですよ、ね、この行間は変わらないのでこうなっちゃうんですけど、さっき画像に対してやったショートカットでこれを設定しますと、このままで、ね、大きく小さくなりますから行間もね、一緒に動くってくれるんですよ、うん、なので例えばここだけ小さくしたいなってことで小さくしている状態でもこのままでねこうなってくるので、あ美しいですよね、と、うん、いうことで結構ねいろんなボトルネックがあるはずなんですけれども、こういったことをちょっとずつちょっとずつですねやっていくとこんなことができると。あと2つだけいきます、はい、
でさっきテキストばらしっていうのをちょっとやってきましたけれども、例えばこちらのものをねちょっと選びまして、開業しましたということで、まずねこれ開業コードが、ね、見えてますよね。でさっきやったテキストばらしを私の場合はせーのピッてやるところばらせました、うん、でこれをもう一回ピッてやりますとまたね合体しました、うん、でこうすると1行になります。おこれでバラバ バラバラになります。でまた合体でカーソルを立ててここで、これをね、カットできますね、カットこんな感じね。するとここにちょっと太めのフォントでここちょっと細めのフォントですよとかねいうことができるぞですよね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、こんなことできたりとか、またですね、こちらねこういったものをよく作っていきたいなってことがあると思うんですけど、この時にこちらに文字を打ちまして、で文字を打ったらばこれに対しましてこんな感じですね、このスピードでこれができるんですね。こんな感じね、ピッピッピッと、ちょっとうまくいかないの、もう一回いきますね。これをもう一回いきまして文字を打ちますということで文字を打ちました。でこれに対してこのスピードでこうできるので、こんな感じね、こんな感じ、また上向きとか、ね、何がすごかってこれだけなんかいっぱい仕事だとよく覚えてるなっていう、うん、はい、ということで、なんかここまでできればあとね色変えればいいじゃんって話ですよね、はい、っていうことなん でそこで、はい、これは何をしてるかというと、デフォルトではできないグラフィックスタイルに対してショートカットを与えると、はい、これはしたたか企画さんっていう方がですね、はい、考案したものを使ってやってます、うん、で、これのベースになるものとしまして、おそらく多くの方がですねむちゃくちゃ苛立ってるのが、新しい紙を出した時に、はい、こうねプリントダイアウト出した時に、この時にですね出てくるスウォッチこれじゃないんだよねとか、うん、またそもそも打った時のフォントがこれね、多くの場合は小塚ゴシックになってると思うんだけど、はいはい、これじゃないんだよとか、っていう風にまずスウォッチ、グラフィックスタイル、グラフィックスタイルも使わないものばっかりですよね、はい、それから、段落スタイル、文字スタイル、シンボル、シンボルも使わないものばっかで、毎回これ消すんだけどなですよね、うん、しかし僕の場合には自分のドキュメントプロファイルを作ってまして、うん、これで OK ってするともうガッカリにこれがね結構今日重要なポイントで、これ誰でもできる、ただできるんですけれども、これはね感動です最初は、はい、そうするともうスウォッチにもよく使うこういうパターンとかも入ってるんですよ。あだし文字をね普通にこう打てばこういうね文字になってますし、まあこれデモ用にこう天秤調してるんだけども、例えばねこちらちょっとこうね変えたいなってことでねこう変わりますし、またねこう変わりますよってことでね変わりますよってことで、つまり、この段落スタイルも設定してあるし文字スタイルも設定してあるしっていうことになってるんですね。じゃあこれどうやってやってるのかと言いますと、これ非常に簡単でしてですね、これはイラストレーターで新しい紙を開くときにプロファイルってあるんですよね、うん、正式名称ドキュメントプロファイル、簡単に言うとプロファイルと呼ばれるイラストレーターのファイルがあって、うん、それを複製してるんですよ、うん、でそこにある装置とかシンボルとかスタイルとかをそのまま複製するんですね、うん、でどこにあるかっていうと、これ参照しますとここにあるよってことでね、この中にこう入ってくるんですけども、ちょっと今ねこれしか見えないんです、あこれね失礼失礼、どこにあるかって言いますと、ライブラリーパネルを開きまして、ライブラリーパネルの、アプリケーションサポートの Adobe に来まして、 Adobe の中のイラストレーター24の中に来まして JJP に来ますと New Document Profile、 もう一回言うと、はい、この中のこの中のこの中のこの中って言いますと入ってるんですね、これね、うん、最初からこう入ってる、でこれを複製してるんですよ、うん、でここに自分なりのものを作り込んでいくと、それがさっきの画面のところで選べるんですよ、うん、で選んでここで OK ってするとそのまま開くんですね、うん、ということで僕の場合にはこれをね、作り込んでるファイルがねこんな感じにありまして、ここにですねいっぱいねもう入れていく、もう段落スタイルはこういうのだよってね、例えば F1H1 何かというと何らくさの名前です、うん、ね、H にこれだよとか文字スタイルこれですよとか、またグラフィックスタイル基本セットこれだよってことで、これ書いておくんですよ。書いたものどうなのと、書いておいたものは参照しない、う
だけど各パネルの設定を参照するってことになってるので、ここにいろいろ作り込んでおきますと後から修正する場合ありますよね、うん、このところで修正をしてそれを、最定義とすればいいので、こういった形でもう一回言うと、スウォッチの情報を、それから文字スタイル、段落スタイル、グラフィックスタイル、それからシンボル、これらをですねこの中に作り込んでいたものを作っていくと、うん、もうねもうこれだけでむちゃくちゃ早くなるっていうか、毎回苛立ちますよね、なんで小遣いやねんってね、そこからこう始まってこうね、いろんなこう仕事によってもこれがねデフォルトの方だったらいいなって、うん、ってことは実はほとんど解決できる、うん、さらにこれは新機能でも何でもなくてむっちゃ昔からできる、うん、っていうことだね。これもねブログに書かれてますよね。書いてますね、はい。じゃあ一応ちょっと紹介だけしますと、このねブログもね、あブログじゃなくてこの URL も僕ショートカットでねこれがでこうできるので、ね、これに入るんですよね。でこう来まして、今のちょっと興味ある方はドキュメントプロファイル、と検索をしますとドキュメントプロファイル、自分好みのイラストレーターにするためにドキュメントプロファイルを活用しようということで、どこにどうやって設定しますよとかねいうようなことが詳しく書いてありますので、うん、ね、これは絶対やった方がいいですよね、うん、結構ね変わりますよね。さあそんなわけで、はい、結構ね延長しちゃいましたけども、ね、もう楽しかったですね、すごすぎてなんか同じいられのはずなのに全然違ういられに見えてきました。違うんですよ、違うんですよ。で、ね、世界一早いって大きく出たなと思ったと思いますけど、ちょっと分かってきたと思うんですよね、うん、ということで今僕今週は沖縄で、うん、あとは熊本市のまあ、いろんなところでね、このエクストリームイラストレーターというセミナーをやったりとか、またですね、ノートの方にですね、こういう記事を1個出してまして、このですね、市場版、これめっちゃ高い、5538円。なんでこの中途半端な数字なんだろうですよね。はい、これを買って、キーボードマウスを買うとちょうど1万円になる。おー、なるほど。なるほど。まあ、自分の時給がね2000円だとするともう5時間分で元取れる。でここのところをねちょっとまあ宣伝になっている恐縮なんですけど、買っていただきますとこのキーボードマエストロマクロ集がダウンロードできる。でさらに、Facebook のねこのグループに入れるので、そうするとねこんなの作りましたとかね、そういったものもアップデートできるということで、でまたこういろんなセミナーのですね動画もここにまんまんね見られるので、ということで、まあ、よろしかったらまあこういうのを見ていただくとか、リアルなものに参加いただくとか、うん、でほとんどのものがね大抵 DTP ストラッチに書いてあるっていうものでもねあるので、まあまあ、でもやっぱり生で見るのとね違うんですよ ね分かりやすさが全然違います、うん、まあ、あとねお金払ったらね元取ろうと思うっていうね人間そういうのも大事だからね。確かに。でもね、あれだけのもの詰め込まれてたら、はい、ノートの値段全然高いと思わなかったです。むしろいやその値段でいいのかなって、うん、もう一桁上でもねいいですよね、うん、ということで、まあ、価格とかどういう意味だけども、とりあえず急にはできないので、うん、よく螺旋階段状と僕言うんですけど、うん、ちょっとずつあこれ毎回やるよね、うん、みたいなねっていうことがいっぱいあると思うんですけど、これ一個ずつ解決していく、うん、っていうことで、なんかできないかなっていうことをアテナを貼らすと貼っていくとね、あじゃあアクションで解決できるやとか、うん、またね、これで解決できるやとかね出てきますし、まあ、今こういい時代ですから、まあ、これ困ってますとかってねツイッターとか書くと、うん、あこうできるよとかね、うん、これ書いてありますよとか、まあ、僕もお答えできますし、うん、まあ、そうやってちょっとずつこうやっていくと、うん、むっちゃ早くなって、うん、まさに世界一早い、うん、幸せになれると思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいお話を、はい、じゃあちょっと切り替えていただいて、はい、ということでじゃあ最後にねお知らせをして終わりたいと思います。まあ、お知らせといっても、ね、今日1個だけなんですけども、一応名古屋の方の勉強会は7月11日を予定しておりますが、うん、ちょっと待って、えちょっと待った、えもう一回ちょっと戻してください。んあ
2019になってます。まあ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 そういうこともね。ちょっとまあまあね、はい、はい、失礼しました。ご愛嬌でね。もう結構あるんです、はい、僕、はい。もう今日も実はね、ちょっとガクッとした誤植をちょっと人から発見してもらってですね、ありがたいことなんで、やっちまったっていうのはね。まず誰でもありましたね。まあ、はい、まあ、いやいや、で、ちょっと何が言いたかったかっていうと、はい、まあ、4月11日にやる予定なんですが、はい、まあ、状況が状況なので、うん、まあ、できるだけやりたいなとは思っているんですが、ちょっとね、まだどうなるかわからない部分もありまして、うんうん、まあ、何らかの形でやれたらいいなとは思っております、うんうん、まだ1ヶ月半先なのでちょっとね、うん、落ち着いてくれていればいいかなとは思っていますが、ちょっと一応ね、まあ、やる予定はあるよということだけちょっとお伝えしておきたいと思います、うんうんうん、はい、一応この人出るっていう情報は決まってるんですか？あ、決まってます、はい、うん、それはまだ、うん、そう、一応まあ言っちゃってもいいかな、うん、はい、まあ、一人はね、コミュニティバイネーション酒井さん、酒井雄二先生、はい、で、もう一人史上最年少、うん、加藤優真くん、うん、動画 の動画のプレミアラッシュとかね、いいですね、で、最年少どころかまだ20歳だったのかな、タバコ吸えない、タバコ吸える感じですもんね、まあ、でもあの年齢でマックスジャパンに出てますからね、うん、素晴らしい、はい、で、一応樋口さんと川国さんってイラストを本を出しましたので、遊び祭りですね、まあ、一応もう言っちゃいましたけど、あの、この予定をしているという形なんで、絶対聞きたいけど、うん、はい、ただし、コロナウイルスで死んでなかったらっ、ね、そういうことですね、はい、倒れてなかったらってことですね、はい、うん、ということなので、まあ、ちょっとご期待っていうか、まあ、どうなるかなっていうのもありますが、はい、やりたいなと思ってます、はい、はい、はい、この番組は、Facebook のインデザインの勉強部屋のページから配信をしております。そしてね、このアスベルさんからね、配信させていただいてます。まあ、状況が今コロナウイルスで、うんうん、リアルな、ね、イベントがこうできなくなっちゃってきてますので、うん、こういったね、まあ、ライブ配信っていうのもね、まあ、一つの方法なのかなと思ってます。よかったらね、お問い合わせしてみてください。コロナセル、コロナセル、あ、コロナセルね、なんかあんまり良くない名前になっちゃった、はい、まあ、ということでね、今回も、もう今回も非常に濃い内容で高野さんをお迎えして、はい、お届けいたしました、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、さよなら、はい、さよなら。